途中でね、正直諦めた感もあるんですよ。もうこれ戦えないっていう、だからこいつらの2人の乗っとくしかない。乗ってきて冒頭でも剛速球でもめちゃくちゃ投げてくんだけど、全部キャッチングしてやろうっていう。俺が卒業だって言ったらもう先生からお前引退だよって言われて井上光三です。今日のスペシャルゲストはカンニングの竹山さんです。どうもこんにちは、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日はギリギリまで喋っていただきます、はい、ああ全然なんでも光三さんだったら全然なんでも、はい、でですね、はい、もう本日のテーマ、竹山さんがすごいと思う芸人さん、もういっぱいいますね。もうね、いろんな意味で話術であったり、接し方であったり、はい、いろんな角度からあると思うんですけど、はいはい、トップ3というかベスト3挙げていただけますか。種類分けてもいいですか。先輩とか同世代とかはい、でもいいですか。いいです。先輩で言うと第1位は木梨憲武さん。ほう、これは10年前ぐらいからなんか個人的にも仲良くさせてもらえるようになったんですよ、うん、もちろんトンネルズというのは憧れで、もう高橋さんも憲武さんも憧れだったんですけど、それで仕事で一緒になるうちに個人的に遊び行ったり食事したりいろいろするようになって、俺に全然持ってないものを全て持ってるんです。それ何かっていうと、あの人入ってきただけで初めてのスタッフとかみんないても全部仲間にしちゃう。憲武さんと仕事して裏で憲武さんの悪口言うような人があんま誰もいないっていう、めちゃくちゃですよやることめちゃくちゃ、いや今飯食いたいじゃないでしょうみたいなでもさってみんな飯用意する、みんながそれ本当に憲武さんに飯食わしたい、高明さんに飯食わしたいってことで出してくるんでしょうね。でそれをだから自慢げになるんでしょうね、みんな俺トンネルズに飯出したぜみたいな。だからその辺の空気感とか幸せ感を作るということで言うと、まあ、憲武さんとかもちろん高明さんもそうですし、まあ、トンネルズと言ってもいいのかもしれないけど、いやでもねそれはわかります。はい、僕みたいなリアル芸能レポーターという仕事をしている人間でも、木梨さんはね本当に優しいし、そうなんですよ、いろんなところでインタビューもさせてもらってるし、本当にハワイなんかでね、はいはい、偶然レストランで会っても、はいはいはい、もう我々は5人ぐらいのグループで食事してるんだけど、憲武、はい、さんは成美さんと奥様と2人で来た、あります、ね、あちょっと仲間が何人か、はいはい、でもここが一緒のグループになっちゃう、そうね、いつの間にかねそうなんです、いつの間にかね、なんかずっとこれが大人が8人9人いるのに、うん、目玉焼きに何をかけるかっていうテーマでずっと喋ってて、うん、それを翌日ハワイから TBS ラジオに、自分のラジオに言ってましたね、そういえばね、その話をずっと喋ってるみたいなねなんだろう、あの自由さも含めて、そうですね。同世代ではどうですか。同世代ではね、まず有吉ね、あれは脳みそ違いますね、もうひしひしと感じますね。選ぶ言葉とか、こいつここまでインプットしてんだとか、知識が半端なくて、実はだから本当にすることあいつ実はコメンテーターとかすげえやつになると思うんですよ。もうやる気も絶対ないだろうけど。竹山さんは有吉さんと知り合ったのは有吉さんのどの時期ですか。まだ猿岩石組んでる最後の方とかで広島で番組持ったりして、うん、カンニングがちょっと売れ出した時に呼んでもらったりしたんですけど、ほぼ喋ってもないぐらい、向こうも後輩だからちょっと気使ってるみたいな。でも それ以降に結局有吉が竜兵さんとずっと飯食って、竜兵さんがずっと可愛がってやってる時期ぐらいのも竜兵会とかに入れてもらって飯食ったりして、その辺からですよね、はあ、でもそこまで仲いいとかもなくて、でちょいと有吉がなんか悪口言いながらテレビ出てきてって感じで行ったけど、急にここ行きましたから。でもやっぱりいろいろ喋ったりすると天才ですよね。あともう一人天才、ザキヤマですよね。あれは天才です。もうこの二人はもう何やっても勝てない、全ての自分の武器を出しても全部勝てないっていう、いろいろ仕事するうちに、あ、お手上げだと俺の武器じゃ何も勝てないと思った瞬間に、がっつりここにいるよりも俺食うためにも別のベクトルもやんなきゃいけないっていうのが、それがワイドショーだったのかもしれないし、うん、それが芝居だったのかもしれないし、うん、こいつらにできないことってなんだろうっていう、なるほどね、っていうのはありますよね。だからああいう天才と仕事したから逆にこっちもいろんなことができてるっていうふうな考え方は僕してますけど、やっぱ有吉、ザキヤマはでもちょっと、まあ吉本勢さんもいますけど、すごい人いっぱい、うんうん、お手上げって言っちゃっていいぐらいのお手上げですね。それはお手上げっていうのは言葉のチョイスとかいろいろ知識であったりいろいろありますよね、そのバラエティという枠の中で、はい、その何がそんなにすごいんですか。バラエティの中の会話の持っていき方とか、うん、ツッコミの言葉のチョイスとか、うん、笑いの作り方とか持っていき方とか、だからよく、ね、番組なんかでも、もう今はないですけど、昔よく有吉だけの真ん中に乗り挟まれて、うん、それこそなんかいじられたりいろいろあったじゃん、まあ、あれも途中でね正直諦めた感もあるんですよ。
もうこれ戦えないっていう、だからこいつらの2人乗っとくしかない。そこから乗ってきて冒頭でも剛速球でもめちゃくちゃ投げてくるんだけど、全部キャッチングしてやろうっていう。でそれをバーッ当たりながら取って返す取って返すっていうの最後の意地ぐらいしかないなと思ったんで。必ず有吉の夏休みとかはなんかもう竹山さんがいる、田中君がいるっていうのは、はい、もうなんか定番で、はい、まあ、でも変わってくんじゃないですか、そろそろ。俺は卒業だっつったら、もう制作からお前引退だよって言われたりしてから世代的にも変わってくんじゃないですかね。後輩ですごいなって思います。こいつちょっととんでもないぞって。面白そうだなって思う。寿司屋とか見てて面白そうですよね。音楽やったりとかで、ちゃんと番組も仕切ってちゃんとやったりしてるし、面白い才能だなと思いますよね。多分将来的にはこの子たちとかがこうメインにやっていくんだろうなと思います、ね、堂々たる風格でやってるじゃないですか、ね、いや途中見てて矢部さんかって思う時があるぐらいの身長高い第7世代とかね、はい、あの辺のね、こうなんか言われてる一つのグループがあるじゃないですか、はいはいはい、まあ、あの辺りには勢いは感じるんですか。いや、勢いも感じます。いいことだなと思いますよね。もうどん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 みんなでどんどんお笑い作った方がいいよと思いますよね。将来的にはあの辺にガンガンいじられる親父でありたいですよね。だからもう全然いじってくれっていう、全然じいさん扱いでいじってくれって、まあもう理想ですけどね。超理想で言うとやっぱり米師匠みたいな先輩が一番理想ですよね。なるほど。若手もいじりやすいしっていう、うん、その辺はやっぱり思いますよね。すごいなって見てて。